華やかな能楽の演目を絵で示した能絵の企画展が奈良大学図書館で開かれています。企画展に並ぶのは室町から江戸時代にかけて栄えた日本最大の絵師集団狩野派によって制作されたとされる能絵23枚です。こちらは奈良が舞台の演目うねめの能絵です。表情などが細密で手にした扇子には金泥が使われ美しく描かれています。江戸前期には多くの能絵が制作されていますが、その中には構図や装束の色や模様など類似するものも多く、特定の見本をもとに作られたと考えられています。能楽研究が専門の三宅明子教授は、展示されている作品は絵に活力があり、舞台を見て描いたオリジナルに近く、これが多くの能絵の手本に使われた可能性があるとしています。この企画展は来月14日まで開かれています。